最初自信を持ってこうとは言えなくても、まあ、多分こうなんじゃないかっていうのはその受験のレベルでも気づけるのかなというふうには思いますね。気づいた時はメモしておいてとかで授業で使うとか、以降の先生方、若手の先生方がやられてる勉強会とかでちょっと講演しておはようございます。始まりました。マキタチャンネルです。今回はですね、再びですね、ミスタービッグことですね、北村先生においでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、この大ヒット作、ね、この英文解体新書、まあ一文ですね、この載せておきますので、さあ、皆さん訳せますか？なんか10秒ぐらいやって、はい、まあこれとかやっぱり、うん、このやっぱこのね、最後のこれパーフェクトのところで思考が停止する人がいっぱいいると思うんですけど、うんうん、そうですね。あのこれは実は、はい、あのこのタイプの、まあ、そのノーマルダウンから始まって白いっていわば文が入れ替わるみたいな、はいはい、あの文の構造が入れ替わるみたいな感じなんですけど、これを見たときはもうすでにこのタイプの文何回か見たことあったので、ほー、なるほど、はいはいはい、あの好きな人はいるんですね、やっぱこのタイプの文で、はいはい、一番そのまあひどかったのは、ひどいって言ったらあれですけど、あのこのノーマザンホニャララの後に、はい、ここはまあまだそのイズとリングスティックヘレディティっていうのを入れ替えてるだけなわけじゃないですか、はいはいはい、いわゆるまあネガティブインバージョンっていうか、はい、その否定句があって統治が起きてるっていう疑問文みたいになってる、はい、僕が見たやつだとそのオウとトゥっていうのが、はいはい、オートだけ前に出て長い名詞句があって、その後にトゥ、なるほどそれはあの大学生ぐらいの時に見てちょっと悩みましたけど、これはちょっとなるほど、まあそっか、シュッと原型ならすぐ気が付けるけども、そう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 、オートで離れてだいぶ名詞が長くてトゥみたいな、こう、うん、そういうのもありなんだみたいな。ただまあそのやっぱり否定語が来れば、はい、特にその否定の副詞的なものが来れば、うん、語順は疑問文のような語順になるっていうことは、これはまあ大学受験でも教えられてるわけですから、うん、最初自信を持ってこうとは言えなくても、うん、まあ、多分こうなんじゃないかっていうのはその受験のレベルでも気づけるのかなというふうには思いましたね。やっぱりこのですね、ノーモアの、ね、構文とさらに否定が混ざるところ、うんうん、手も足も出ないって人が、うん、まあ、あの、あるいは分かったけどこんなのありなんだみたいに思った人もいるかもしれないですね。はい、これで、星が、高校中の3つということで、まあ、そんなに難しくないですそうですね、はい、ぜひ、あの、ぜひね、じゃあ正直な話、はい、5は、はい、5は多分僕もかなりよく読んだっていうやつなので、語がもしさらっとできたっていう人がいたら、それはもう本当素晴らしいことで、まあそで、ね、その僕がすごいって言ってるわけじゃないですけど、でも本当素晴らしいことで、すごいと思います。はい、あのだから、あの語ができなくても、はい、それは別に気にする必要はないと思いますね。はい、それがね、まあ後ろの方になってくるともうすっごい長くなってきますから、うん、そうですね、まあ、あとその7章なんかはもう文法を壊れちゃってるやつがいっぱいあって、そう、なんか文が途中で構文が入れ替わったりとか、もうそんなのはやっぱり相当その慣れてないとわからないっていうのがありますよ ね、 すね、はい、やっぱそれは出会いが大きかった、まあそうですね、あの多読したり聞いたりっていうところで、はいはい、まあ、特にその破格なんかは、うん、あのやっぱり口語でよく起きるじゃないですか、はいはいはい、リアルタイムで喋ってるから、だからそこを、まあ、教輪に入って、うん、そういうものをよく授業で使うようになった中で、あ、これってそういうパターンだなみたいな感じで結構気づいていったっていう、多分その文字だけ見てたらなかなか消されちゃって直されちゃってるので出てこないのかなとは思いました。じゃあ英語を大学とかで教えるようになって、はい、その音声教材だったり、はい、映画だったりの話、はい、あ、もちろんそのある程度は自分の勉強でもやってましたけど、やっぱ本格的にそういうのを自分で使って教えるってなると、うん、結構全部分かってないと、やっぱ説明、質問も来るし、やはり一生懸命もう前よりもずっとしっかりやるようになると、うん、そういうところも生きてるなっていうふうに思いますね。はい、でそれで、まあ、予習というか聞いてるときにおっっていうのが、そうですね、だから、まあ、趣味でもいいんですけど、うん、その YouTube とかで、はい、まあ、あの公式のサイトとかが、うん、あの予告編とか流したりするじゃないですか、はいはいはい、でそれ見てると、あ、今の、あ、こういう構文だなみたいな感じの、気づいた時はあのメモしておいてとかで授業で使うとかいうのはありますね、うんうん、なるほど、根っからの構文です、ね、まあまあ普通はあんまそこを意識せずに内容を楽しむと思うんですけどそう、あ、そうですね、そうそう、あ、今の映画館でこうやってそうそうそうちょっと、あ、ちょっとなんかヨーダが変なこと言ってるみたいな語順がおかしいみたいな、最初に言って、そうそうそう
なるほど。まあ一応そうか、生成文法が一応、いや、生成文法ではないですね。あの、まあかといって別にその認知言語学がすごい詳しいとかわけじゃないんですけど、はい、割とこう文法とか語法とかを何かの理論に載せてるというよりは、あ、なるほど、はい、あの記述していくっていうのが好きなタイプですね。だから昔の まあ、こういう文法書もそうですけど、はいはいはい、そういう、はい、この江川先生の先生だった大塚先生とか、 あとは、まあ、デクラークとか、とかあの伝統文法のヤスペルセンとか、はい、そこら辺のやっぱ人たちは好きですけどね、はい、古いですけど、そういったこの本を見ればですね、その趣味がよく分かると思いますので、ね、ぜひチェックしてもらえればいいんじゃないかなと思います、はい、研究者の方もですね、きっと大喜びいや ごずりに一気にいくなんて、ね、もうそうですね、びっくりですよ、ね、はい、まあ思ったより勢い良かったですね、本当にすごいなと思いましたけどね、はい、いや、あ、なんかセミナーやったりとかもちょこちょこ、あの、まあ、セミナーって嘘、今何回かやらせていただいたのは、はい、たまたまその同僚が一緒の時期に出したあのヘミングウェイに学ぶ、ああ、はい、文法です、ね、あれまさに隣の隣ぐらいの研究室の先生が出した本なんですけど、はい、まあ、あの教長ですけど、はい、でその本が、まあ、また今度第2弾が出るって言って、はい、ちょっとそのせっかく教理の先生でこうヒットしてる方々がいるのでっていうことで一回、うん、あの楽天 あの管轄みたいな感じでやらせていただいたっていうのがあるんですけど、なるほど、あとはあれですね、もうあの個別に連絡を取り合って予備校の先生方、若手の先生方がやられてる勉強会とかでちょっと講演させてもらって、そうなんですか、はい、ああなるほど、若手は2回ほどやらせて、そんなにやる、誰だろう、僕 あの窓口になってくれてたのは、うん、あの安藤先生って、あの寸大の帰国生とか教えてるところの、ね、はい、先生なんです、ツイッターにいらっしゃって、はい、でぜひやってほしいみたいな話が来て、はい、2回ほど機会はもらいました、そうですね、でも話を聞くとストックはまだまだあるってことですね、そうするとね、まあ全然ありますね、全然っていうか、まあかなりその好みのものは使ったので、はい、だけどまたあの今も読んでるので、はい、まあ溜まっていくっていう、そうですね、続編が、ね、はい、出る可能性は、まあ、それは、まあ、時間はちょっとかかるかもしれないですけど、はいはいはい、全く検討しないわけではないです、なるほど、はい、そういったそうですね、予定よりも早く出た、まあそうですね、まあ、本当はまだ今ようやく原稿が終わるぐらいの感じだったんですけど、ね、最初に言われたということは研究者側も次のなんか、ね、いや、まあ、あの分かんないです、これ演習編みたいな感じ、まあ、それもランダムだと楽ですよね、はい、でもね作る側は、いや作る側楽だけど特技とはしんどいこれ結構言われたのがそのやっぱりこういうのが来るだろうと思って読んでるから分かるんだけど、多分こういう構文を今説明してるから、だけどもしこれ突然出てきたら絶対ここ分かんなかったですっていうのはいくつかあって、なるほど、まあそうですよねっていう、そういうのもあってもいいのかなって思いました、あれみたいな、から必ず誤訳するみたいなあのシリーズみたいな感じでそうですね、はい、出るといいんじゃないですか、いやこれはそうですね、もうなんかもっともっと上をみたいな感じで出るかもしれないですね、まあ、はい、はい、そういう本が出せればいいかなと思いますね、はい、はい、今後の活躍に、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、英語講師オーディションですね、はい、いよいよ開催されますけども、出場される方なんですけども、今回ですね応募いただいた中からこのチャンネルで、まあ、動画を流すことに決まったのは5名です、はい、この5名が、まあ、ある意味決勝進出というか、そういった形になります、で、まあこれで出てもらえれば、ね、それ自体でもう倍名成功です、それ自体でね宣伝になると思いますので、動画で決勝動画に流れるだけで、結構な CM になると思いますので、ね、それでチャンネル登録者数も増やせるんではないかなと思っております、はい、メンバーで紹介していきたいと思います、まずは1人目、ね、1人目はこの方です、はい、どうもパトです、はい、パト先生ですね、Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.